皆さん、こんにちは、マーチです。今日は、ここにいるということは、お話の日ですね。えー、ちょっとお付き合いください。えっ、ー、と、やっとですね、パーマ屋に行くことが決まりました、明日。ね、えー、なので、今日、こんなに伸びちゃったんだ、これ。ね。これ、見納め <laughs> っていうんですかね。 はい、で、えー、まあ人にはコンプレックスっていうものがあってね、私の場合はね、顔がでかいんですよ。えー、どうなんだろう、YouTube だと、顔の大きさって、なんか比較対象があればいいのかな。私のスマホがこんな感じ。 わかんねえかこれじゃあね。とにかくね、昔からね、顔がでかいとかね、よく、友達にも言われたりなんかしてね、え顔のでかい河手、ね、なんて言ってえ、よく言われたんだけども。で、ちっちゃい人がいてね、顔が本当にちっちゃい人っているんだけども、ああいう人に憧れたことが、あまあ、正直あります。<laughs> で、えー、いつでも写真撮るときでも、 前に出ちゃうとね、やっぱり遠近法っていうんですか、それで顔はでかくなったりなんかするので、よりね、だから、集合写真撮るときはなるべく後ろにっていう、ことでこう、後ろへ行く修正があったりね、えー、したんですけども。で、一丁前に、子供の頃から洗顔フォームっていうのを使ってましたね。で、今みたいにね、ビオレの洗顔フォームとかそういうものがね、まだ出てなかった頃から、 あのポーラっていう化粧品屋さんがあるんだよね <laughs> あの聞いたことありますよね男の方はないと思いますけど、えー、女性の方はポーラっていえばあ,あの化粧品屋だなというふうに思うはずです。で母親がそれを頼んで買っていてねで、まあ、風呂場に置いてあるわけですからで顔を洗うためのものだったのはんとなくわかるんで,でそれでこう顔を洗ったり洗ったりなんかするんだけどねあっという間にこうなくなるわけですよ。 まあそれはね母親とあるいは父親も使ってんのかもしれないけども家族3人で使ってるやねそれはあの減るのかもしれないけどえ自分専用のねそのビオレなんてのが出た時にこう,うんそれで顔を洗ったりなんかしてなんかやっぱり買う買ういいえるサイクルが早いんですよねだからもうちょっと小顔だったらこの洗顔フォームも持つのかななんて思ってね <laughs> いたことがあるんですけど。 とにかくこの、うん、でかい顔とは長年付き合ってるんでまあこの顔がなかったらまあ私じゃないというふうには思ってるんですけど、えー、免許の更新ってあるでしょ、えー、免許の更新で免許センター行って写真を撮るんですけどねね今まで、ね、ずっとね。 こう写真を撮るとき、並ぶでしょ。で、前の人が撮りますね。はい、いいですよ。はい、いいですよ。声だけ聞こえてきて、だんだんこう、撮ってる姿が見えてくるんです。近づいてくるとね。で、俺の前の前の前の人ぐらいから見えてるんだけども。はい、そこへ座って。はい、いいですよ。はい、その次の人も。はい、そこへ座って。いいですよ。で、俺の番が来て。はい、そこへ座って。で、しまにや。 カメラをこうやって引くんですよねガガガガってこれは明らかに私の顔がみんなだと大丈夫なのにはみ出てるってことですよねで、これはちょっとね私としても屈辱だなと思ってね一番最新の免許センターの、うんうん、更新の時はこちらで写真を撮っていきましたうん、もうそんなことされないようにねで、今はやっぱり写真 持ってくるんですね、ね、ね。今ね免許センターに、ね、で、写真持ってきた人は何、えー、だっけ申請書を出す時にあの言ってくださいって言うんで「あの写真持ってきてます」ってこうやってこう見せびらかしたんですけどね「はい分かりました」って言われてでそのまんまあの写真も撮らずにあの行けたというね、えー、ことがあってとにかく私はもうこの顔がねでかいっていうのが、えー、なかなか嫌でいたんだけども。 で、今みたいにね、髪の毛が伸びてるとね、あの、利点があるんですよ、やっぱり。このでっかい顔が少し、ごまかせるというかね。ただ、こういう風にすりゃ、あの、ごまかせるんだけど、大の男がね、こんなことしてるんじゃなんかおかしいし。で、やっぱり、こうやってやるとね、あの、顔がでかくなるしね。だから明日、えー、また、切ってきたら、あの、 お見せしますので、どんな風になっているか、ちょっとお楽しみに <laughs> しててみてくださいね。<laughs> はい、ね。はい。それで、まあ、顔といえばですね、あの、前から皆さんにちょっとお伺いしたいなというあの話がありましてね、えー。私の父親です。お父さん。うんパパですね。えー、その顔が、 音楽家のね方にすごい似てるなぁと思うんですよね。じゃあまずね、うちの親父の顔をお見せしますね。あのー、若い時はね、その、似てるんじゃないっていうふうに言うその音楽家の方とはちょっとかけ離れてるんで、いわゆる晩年に近い方、つまり、 家に使った写真なんですけどねあのうちの父親は平成2年に亡くなりましたけどその時はまだ白黒写真じゃなきゃいけないっていうことで、えー、結婚式に出たの時の集合写真を使ったんですけど結婚式の時って白いネクタイしますでしょでこれがねやっぱり葬儀には良くないっていうことでわざわざ葬儀屋がこう黒に塗り替えましたねでその写真が実はこれなんです。これ見ててああの人じゃなないいって思っ思たたらあなたはすごい まず、俺と似てないよね、あんまり。似てるね、似てないよね、なんかね。うん。これ、実は私の父親なんですよ。ね。はい。で、この顔を見て、ピンときた方、いたらすごいなと思うんですけどね、えー。誰に似てるかっていうとですね、歌い手さんです。 ディートリ・フィッシャー・ディースカウ。名前を聞いて顔が浮かんだ方いるかな、ね、じゃあその人はどういうやつなのかっていうのを顔をお見せしますね。でこれはね1997年に NHK の今で言うイーテレっていうんですかねそのいわゆる教育テレビで「シューベルト」を歌うっていう番組の講師を務めた時の。 テキストに載っている写真なんですね。私はこれ見たとき、お親父だと思いましたけど、いくよ、じゃん、これです。いかが？私の親父これなの。どうですかね。横に並べてみようか。うん？こんな感じ。<laughs> いかがかな、ね。 えー、まあ私が見,見るから似てるって方に思うのかなんかね顔のこの額のこのしわのあたりよやの寄り方とかねそんなあたりとかこの頭の配色黒と白の割合っていうの私はよくゴマオ頭って言ってたんですけどねうんそんな感じとかね、うん、でうちの親父がねそうね まだ30代の頃つまり私がまだ小学生になるかならないかの頃はあの怒りは長介によく似ててるっていう思っ思たんですねだから「8時だよ全員集合」っていう番組が出てくると「あのお父さん見る」って言ってよくテレビを見てたという話をお袋から聞きましたけどね。はいでもう一度お見せします。明らかに 親父の顔は私よりもこのフィッシャーディース顔に似てるような気がするんですけどね,ねだからこんな顔してるぐらいだから私の声って意外といい声でしょねはいね低音の魅力っていうの声の <laughs> どういうのがわかんないけどねはいとにかくえー、髪の毛がねあのこれでちょっとおさらばするんでね ちょっと記念に撮っとこうかなと思ってね、のコンプレックスである、えー、顔からね、えー、ちょっと見てもらいたい顔へとそういう話をしましたけども、えー、皆さんも誰かに似ているね、えー。私はちなみにね、よく似てるって言われたのは、わかりそうな方からいくか。えっ、ー、と冬のそなたに出てたパクヨンハに似てるってよく言われた。<ー> <laughs> ええって声が聞こえたけど。 ね、でそれからもう一つねあの言われたのは、えー、この間その名付け親っていうのこういうの何つうの,あ,のあなたは,はこれに似てるよねって言ったあ言い出しっぺの人にこの間う卒業以来あんまり会ってなかったんで高校の友達なんだけどこの間フェ,スフェイスブックかなんかでつながってねあの話したんですけど、あのー、三浦よん三浦孝一。 もしかかんなかったら検索してみてください <laughs> あのねでなんだろうな「スクールーズに出てたかな先生役であの「ミューズの石鹸」にも出てたかな、うん、外人なんだよね確か奥さんがね、うん、で三浦浩一に似てるって言われたりなんかしてね、えー、どうなんでしょうかね, <laughs> ねまあ『笑点』の小遊三さんも アランドロンって言ってるぐらいだから、えー、言うのは勝手だよね, <laughs> ね、えー、どうなんだろう。で私が思うに一番近い、えー、芸能人って誰だろうと思うんだけどもうんちょっとこういう顔いないんだよね,ねだからそっくりさんの番組ってあったけども私はそれに出る。 出ようと思っても誰に似てるとも言えないんでね、うん、そのうち顔って変わっていくるんでしょうかねあのー、渡瀬恒彦とかね、えー、例えば加藤茶とか <laughs>、えー、峰龍太とかね、えー、なんか年取ってもなんかあんな感じの人 に意外と憧れてるんで、まあそうなれればいいかなと思っていたんですけどね。はい。いろいろ話は脱線しましたが、えー、この髪の毛最後です、えー。明日からちょっとさっぱりした感じでお届けいたしますので、また引き続きご覧になっていただければ嬉しく存じます。ありがとうございます。では、えー、この人から生まれたと言っても過言ではないかなと思うんだけども、はい。お父さん、<laughs> また一緒に出ようね。はい。ディースカウの息子。 マーチがお届けしました。ありがとうございました。またね。